はい、お客様お晩でございますとかのお客様こんばんは。こんばんは。本日は海鮮閣にご来館賜り心からあすこんが申し上げます。それではただいまより海鮮閣恒例の津軽三味線ライブを行いたいと思います。本日の演奏者は男性です。お名前を高野正嗣さんとおっしゃいます。どうでしょうね、弊社の三味線演奏者としては芸歴比較的短めの方でしょうか。10年ではございますが、青森のねぶた祭りをお客様はご存知ですか。ご存知ですよね。ねぶた祭りは小学校の低学年の時に、笛に魅せられまして、ねぶたの林の笛ですね、それに魅せられまして小学校の低学年からずっと長年ねぶたに参加し、囃子方として参加してまいりました。その会がありまして、昨年の8月の1日、ねぶた祭りは8月の2日から、7日までお祭りを行いますが、1日にはさまざまなコンクール大会あります。その中の、ねぶたの囃子笛部門のチャンピオンです。チャンピオンということは、青森のねぶた祭りというのは世界各国探しても青森にしかないですよね。ねぶたの林世界チャンピオンということですかね。はい、さらにとにかくですね、彼の舞台はですね、まあ、不思議とといえば高野君に悪いんですけど、なぜかしら盛り上がります。大変盛り上がります。それととにかく一生懸命です。今日お客様からアンコールの声がかかりますれば、必ずやご期待に応えていただけると私は確信しております。なかなか細表のハンサムボーイでございますので、あの奥様方こうご期待いただきたいと思います。それでは高野君にご登場いただきます。大きな拍手でお出迎えお願いします。ね、たまにいただくんですけどね、嬉しいんですけどね、私デビュー誌に合わせて弾くの大変なんです。大変楽しく演奏させていただきました。ありがとうございました。今日はですね、本当に大変申し訳ありがとうございました。はい、高野さんありがとうございました。あの弊社の舞台演奏者、まあ何人ぐらいいますかね、延べ15名ぐらいおりますけど、三味線のライブ中に手拍子が起きるのは高野くんだけなんです。なんでなんですかね。三がちょっとおかしいんですね。冗談だよ、冗談。高野くん、あのね、もう三味線ライブ本来終わりなんだけど、お客さんが席を立たないっていうことは、ほら、ね、最近ね、あのやっぱり青森56年も住んでたら、なんか最近ね、イタコに目覚めたの。イタコなんかお客さんからね、アンコールアンコールアンコールって、もうイタコのテレパシーがねね、来てた。で、まあ打ち合わせ通りなんだけど、あの、いや言っちゃいけないよね。大丈夫？いい？満足した？PR もできて満足した。だけどね、今日はね、これで返さないよ、返さないよ、まだ。っていうのが、今日は11月の3日は、まあ我々にはちょっと縁遠い日なんだけど、何の日？11月3日って何の日？文化の日。文化の日。文化の日って、縁ないよね、2人ともね。縁ないけど、まあ文化の日でございます。で今日はね、トーク、まだ返さないって言った理由は、先ほどもちらっと案内しましたけど、ねぶたの笛、世界チャンピオンでございますから、あの本日ですね、遠い遠い約38万光年先からねぶた星からですね、今日ねぶたマンが来ていただいておりまして、せっかくですからねぶたの笛世界チャンピオンに林の笛吹いてほしいな。でないとね、ねぶたマンがね、ねぶたマン登場するのね、林の音楽鳴らないと登場できない。ちょっと待ってくださいね。ある？林って本当はですね、笛と鐘と太鼓なんですけど。だけどちゃんと前もっての準備のいい高野君は用意してるでしょ。私あのよくねぶたやってって言われるもんですね。ちょっと待ってください。これにあの入ってる？入っておりました。ねえ、完璧だね、段取りもね。ちゃんと録音しておりますね。オッケー。バッチリですね。はい。ねぶたマンさんは、ねぶたマンの人。そうです、ねぶたの星から。でこの後、まあ文化の日でございますから、せっかくですからね、青森のねぶた祭りっていうのはどういうことかなっていうことを教えるために、海鮮閣を救うために、お客様に教えるためにわざわざ28万光年先から今日飛んできました。ですので高野くんの世界チャンピオンの笛に合わせて、せっかくだからねぶたマンに登場いただきたいなと
思ってるんですけど、準備いいかな。準備バッチリでございます。バッチリ？うん、じゃあ世界チャンピオンの腕前見せて。あ、いいよ、練習しても。うん、ねぶたの練習って掛け声というのがございましてね、聞いたことありますかね。ラッセーラー、ラッセーラーから3回返して、ラッセーラッセーラッセーラーとこう返してたんですけどね、もしできそうだったらよろしいですか。ラッセーラー、ラッセーラー、ラッセーラッセーラッセーラーですね。ちょっとやってみましょうかね。ラッセーラー、ラッセーラー、ラッセーラッセーラッセーラー。誰も間違いない。バッチリですね。もう一回言いますか。はい、お願いします。じゃあ聞いてください。青森ねぶた林です。ねぶたマン登場です。